1カースタッドはオプス790もオプションでマイナー降格ア・リーグ東地区首位を走るオリオールズに疑問の声が上がっている。今夏のトレード期限でイーロイ・ヒメネス、オースティン・スレーター両外野手とトレバー・ロジャース投手を獲得、畜生杯補強に動いたが、その結果を出している若手有望株をマイナーへ落とさざるを得なかった。この動きに米メディアや一部ファンは不満を漏らしている。まさかのマイナー降格に同情の声が上がったのはヘストン・カースタッド外野手だ。2020年ドラフト1巡目全体2位でオリオールズ入り。昨年9月にメジャーデビューした25歳だ。今季は4月下旬に今季初昇格、28試合出場、打率261、3塁打12打点、平均以上のオプス790とまずまずの成績を残していたが、補強の煽りを受けて1日にオプション降格となった。期待の25歳のマイナー落ちについて、米最大の移籍情報サイトトレードルーマーズはいい活躍を見せていたので降格は幾分驚きではあるが、一方で初めての降格ではないので驚きではないと言われるとそうであるとし、こう説明を加えた。好成績を上げていたのにもかかわらず、有望株の野手がひしめくチームでまたも 3A に降格してしまった。トレード期限は才能のある選手を加える最後のチャンスだったが、ヒメネスやスレーターのような選手のせいで押し出されるのは少々理解に苦しむファンからは、うちだったら一番の打者トレードしてあげて、意味不明、なぜだ、降格させる要素が一つもない、オプスは800近いじゃないか、わお。チームにとって逆効果になるだろうなどとコメントされている。チーム戦績に影響が出なければいいが。フルカウント編集部。